プロジェクトベリタスの創設者であるジェームス・オキーフ氏は12月1日、CNN の社長と幹部が朝の会議中にトランプ大統領を追い出す方法を画策している短い動画をツイートしました。 オキーフ氏は、CNN の行動が完全にジャーナリズムの倫理から外れていると述べました。オキーフ氏は2分余りの短い動画の中で録音を公開しました。彼が複数の声をそれぞれ CNN のジェフ・ザッカー社長、CNN 女性記者、ジェイミー・ガンジェル氏と CNN アナウンサーのステファニー・ベッカー氏と確認しました。 それは CNN の上級編集者の電話会議でトランプ大統領に敗北を認めさせバイデン陣営と早期の政権移行を開始させる方法を話し合ったものでした目的を達成するために彼らが考え出した戦略は911委員会報告書を利用することでした2001年に発生した911事件に関するアメリカ両党委員会の 調査報告書では2000年の大統領選後クリントン政権とブッシュ政権の移行が遅れブッシュ新政権が国家安全保障問題などの対処を遅延させたと言及しました2000年の大統領選挙では共和党のジョージ・ W ・ブッシュ氏と民主党のアル・ゴア氏が総選挙の結果を争いましたが 特にフロリダ州では、両者の接戦が最終的にどちらが勝つかを直接左右するほどで、最終刑と最高裁判決を経て、その年の12月12日にブッシュ氏の勝利が確定しました。当時の選挙をぐる論争は、ブッシュ政権の政権交代の遅れを招きました。CNN は今年11月10日 トランプズ・トランジション・オブ・パワー、ィレイ・スレッゥンズ・ナショナル・セキュリティパブリック・セーフティと題したインタービュー記事を掲載しました。その記事では、トランプ大統領のバイデン氏チームへの移行を妨害と遅延と非難し、911委員会報告書によると、2000年の選挙でブッシュ氏への移行が遅れたことで、2001年の国家安全保障チームの創設を遅らせ、このことが911事件を 起こさせた理由の一つでもあったと指摘しました。オキーフ氏はこれはプロジェクト・ベリタスによる CNN に対するさらなる調査であり、彼らの行為は完全にジャーナリズム倫理から外れていると述べました。トランプ陣営の弁護士、チャールズ・ハーダー氏はその後、CNN のザッカー社長と デビッド・ビジランテ副社長に CNN の行動がランハム法に違反していることを指摘する書簡を送りましたランハム法は虚偽広告を禁止していますハーダー弁護士は CNN が公正かつ中立的な視点で報道することで優れたジャーナリズムを代表していると主張していますが実際には公正とは程遠いものであり虚偽の歪曲された報道を国民に提示していると非難しました